名古屋市交通局によりますと今月1日、5基礎営業所所属の47歳の男性運転手が午後6時20分ごろから2時間ほど設けられていた休憩時間に水穂区にある待機所で食事をとるなどしていました男性運転手は休憩後午後8時26分にずほ運動場東を出発するバスを運転することになっていましたが 食後、テレビを見ながらソファーで居眠りをして寝過ごしてしまい、42分遅れで出発したということです。名古屋市交通局は、全運転士に対し、待機時間中も緊張感を維持し、定時運行の確保を図るよう最終値を徹底するとしています。